東京ノートは平田織座の代表的な儀曲。1994年、平田自身の演出により駒場アゴラ劇場にて、上演された。翌年に、第39回岸田国史儀曲賞を受賞し、S 高原からと共に第一儀曲集に収録されている。2004年、つまり発表当時では、近未来であった東京のある美術館が舞台。ヨーロッパでは、 戦争が起こっており、戦火を逃れるために、フェルメールの貴重な絵画が疎開しに来ているという、設定になっている。この美術館ロビーに並ぶ、チョイスに休憩しに来る学生や、学芸員、絵の寄贈者や兄弟家族といった、様々な人物模様が、時に同時進行する淡々とした会話によって描かれていく。後に開校されながら1997年、2007年に、 再演されている。作者は自身の敬愛する小津安二郎の映画東京物語をモチーフにこの作品を考え始めたとしており、タイトルは物語の一歩手前という意味で東京ノートと付けたのだとしている。もともとは本作ではなく同年に発表された転校生が岸田国主義局長の候補作となる予定であったが、女子高生とやった演劇が 代表作となってイメージが固定化してしまうのは困ると考えた平田が白水社に直訴して候補作を差し替えてもらったという。ありがとうございます。